り5秒決まりそう決まりましたはい、皆さんこんにちは、矢部ゆうのです。今日はついにドロップライブ配信販売の日がやってまいりました。もうちょっとで友達がねお迎えに来るので荷物をまとめていきたいと思います。どんだけ荷物を持ってったらいいかわかんないね。どれだけ出すかがわかんないから。よいしょ、こういうフリマのアイテム出そうと思ってます。みんな来てくれるかな、見に。到着。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、以前お電話で1回お話ししてもらった。いや、1回会いましたよ。パルコかどっかで。パップの時の。あ、原宿だ。原宿だ。原宿で会いましたね。ちょっととりあえず、荷物がすごい、あの、持つだけ持ってきて、出すものは、はいはい、そこまで決めてない。はい、あ、全然大丈夫だと思います。ので、はい、ある分だけ持ってきたって感じなんで、すいません。はい。配信の会場に到着しました。今日はレンタルスペースを借りてもらって、配信をします。ここから慣れていったら自分家とかでもね、できればいいんだけどね。いえいえ、あ、大丈夫です、お話しします。なんか自分の車をめっちゃ安く出そうと思って、はいはい、仕入れてるのを少し金額つけて出したり、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。思ってるんですけど、どのぐらい見てくれるかが分かんないから、なんかみんなに見せてどれが欲しいかを聞いてる方がいいのか。いや、でもそれがあのベストの売り方かなと思うんで。そうですよね、めちゃめちゃありがたいです。あの、キルリボンの大好き、キルリボン待って、嬉しい。ありがとうございます。もうこの紙袋で分かりました。本当ですか。あの、YouTube 拝見して、すごい好きだっていう。そう、クリフも大好きなんですよ。嬉しい。ブログめっちゃ見てます。ありがとうございます。今日もあの1本作るので。本当ですか。はい。よろしくお願いします。結構、海外のこう私みたいに YouTube でスリムショップとか巡ってる子たちって意外と結構やってて、オークションで売ってくるんですけど。海外の結構こういうライブ販売すごい来てて。そうですよね、中国とかも、ね、中国はすごいですね、めちゃめちゃすごいですね。まずはりょうくんのライブからお手本スタート。始まった。始めましょう。ちょっと配信前にライブしよう。懐かしい懐かしい。生まれてないんだろ。ネイビーのストライプですね。見えます、ストライプ。ストライプのジャケット。あ、ドロップ楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。どうですか、もう準備満点で、スクーシー、もうあと20分ぐらい。これのスクーシーめちゃくちゃだし、こちらの側がガッバーな背中行きながら、ミッキー可愛いでしょ。これも出店しようと思ったら出店します。これも可愛いし、おめでとうございます。これも可愛いし、これもめっちゃ可愛い。ドロップで会いましょう。インスタライブもちょっとやるか。YouTube ライブちょっとやってた。うん。YouTube ライブデビューしちゃいました。声だけ。声だけ。じゃあとりあえず始めますね。はい、ね。あ、もう30人見てる。30秒やばいっすね。こんばんは皆さん、はじめまして、矢部ゆうなです。これに待機してくれたのかな。あ、こんばんは、待ってました。ありがとうございます。みんな参加ありがとう。今日はりょうくんもメンズ役として、メンズの方気になるアイテムあったらりょうくんが試着してくれるので、いろいろコメントとかいただきながらやっていきたいと思います。ここがね、まず私のフリーマーケット、あとこっちにあるのがフォミということで、じゃあまずはフリーマーケット、こんな感じでスタートしてちょっとご説明します。そうですね、あの、私も2回目なんですけど初心者なんで、アウター
ですね、ファイヤーマン系の。そう、ファイヤーマン系の、はい、この辺りを1000円スタートで、はい、ピンしていくとこのアプリの下の画面の方に、うん、購入する、入札するってボタンが表示されるので、はい、欲しい方はそれをこう入札していただいて、はい、購入みたいな形の流れになっております、はい、なんかこう欲しい人が何人かいたら金額をオークションですよね。どん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 こう、はい、みんなで競って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 一番高値で買ってくれた人に届くっていうシステムになっております。結構ビーニーね、オッケーオッケー。 YouTube でも結構これは TikTok でも載せてたんですけど、袖がこういう感じで広がってるの面白くない？面白いっすね。萌え袖なんだけど、はいはい、ちょっと洒落た萌え袖ができるみたいな。確かにちょっとスリット入ってたみたいな。そうそうそう、第2のヤビヒルネクスト、はい、こちらを渡したいと思います。じゃあこちらのセーター1500円で始めたいと思います。スタートします。こちら、あ、早い、もう本当にめっちゃ来てた。入ってます。はい、1700円、1900円、お、2700円、残り8秒、3000円まで行きました。いかがでしょうか、矢部優奈の3秒、ね、ありがとうございます。ハムスターさんですかね、この方は。ありがとうございます。3000円でこちら送らせていただきたいと思います。綾野さんに売れました、ありがとうございます。たくさんかぶってください。福岡さん、ありがとうございます。残り10秒、お、3300円、のんちゃん、ありがとう。うまいですね、ラスト2秒で入れてきました。福岡さん、いかがでしょうか。おー、福岡さん3900円にしました。のんちゃんが3900円にしたね。3600円から3900円に行きました。のんちゃん11800円、あやねちゃん12000円まで行きました。残り10秒、負けれない戦い、女の戦いが始まりました。残り10秒、あやねちゃん12900円、のんちゃん12900円まで行きました。頑張れ、みんなで応援しよう、頑張れ頑張れ。ビーニー人気です。13200円まで上がりました。あやねちゃんに上がりました。残り5秒、さあここでのんちゃんが来るか、あやねちゃんで終わるか。お、決まりそう、決まりました。あやねちゃんです、おめでとうございます。見応えあるライブでしたね。みんな大きな拍手、のんちゃんとあやねちゃんに大きな拍手お願いします。はい、一斉に60件拍手してください、みんな。はい、ファイヤーファイヤー。いや、これはなかなか女の子の戦いを見れすごかったですね。本当にこれはめっちゃ見てました。ポコちゃんさん7100円、1000円から7100円まで上がりました。ありがとうございます、ありがとうございます。これ使いやすいよ。はい、ということで7700円、まさひろさん8300円までいきました。お、ここでフロブリさんが、あ、フロブリさん強い、コメントいただいた。これはもうまさひろさんの勝ちかな。ナイスファイ、おめでとう、ありがとうございます。じゃあこちら8900円でご購入していただきました。あい、まいさんです。まいちゃん、おめでとうございます。いらっしゃるかな。じゃあこちらのビーニーをプレゼントさせていただきたいと思います。お、まさひろさん。じゃあ今回はあい、まいさんとまさひろさんの方にプレゼントをお送りしたいと思います。皆さん今回は最後まで見ていただきありがとうございました。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。なかなかでしたね。ありがとうございました。皆さん何時間やりました。やばすぎない、私。すごい、ありがとうございました。だいぶ物減りましたね。こんなにみんなが競ってくれるんだっていうのが面白かった。でも確かに競れる金額ではあるもん、ね、そうですね。あんまさ、言ったら地方でさ、古着屋さんがないところに住んでる人たちもいるわけだから、うん、そういう人たちからしたらね、めっちゃいいよね。あ、でも疲れた、いきなりドッと来た。結構疲れた、やばいですよね。疲れた、途中で喉めっちゃ乾い、マジ死んでたのと。終了。参加ありがとうございました。終了。今日発送できる分をまとめて、あとは明日全部送りたいと思います。購入してくださった方ありがとうございました。よいしょ。はい、ということで発送の準備ができたので一旦発送に行ってきます。皆さんお手に届くのお楽しみにしててください。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひポミマートの方も概要欄にね、ドロップの方とベースの方もアップしておくのでチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。こっからは1週間 Vlog の方に載せるのでそちらの方もチェックお願いします。バイバーイ。